九州国分は、豊臣秀吉による九州攻めの後の天正15年6月、豊臣政権によって行われた九州地方の大名の領土配分のことである。天正13年、四国攻めの結果、豊臣政権は、毛利氏の小早川高景を独立大名として、伊予に封じた。また、島津氏が勢力を拡大し、九州平定を目前に控えており、孤立した。 結成の大友氏は、豊臣氏を頼る形勢であった。天正13年10月2日、豊臣秀吉は、大友、島津両氏に、九州帝占令を発した。大友氏は帝戦令をすぐに受諾したのに対し、島津氏は激論の末受諾を決定するとともに、鎌田正隆を秀吉のもとへ派遣して、戦争は、大友氏に対する傍然であると弁明させた。 天正14年3月7日、鎌田正近は、大阪城において、秀吉から、肥後半国、無前半国、筑後を大友へ返還し、肥前を毛利氏に与え、筑前は、秀吉の所領とする国部案を提示された。これは、島津氏が本領とする薩摩、大隅、日向半国に加え、肥後半国、無前半国を安堵する。 融和的な処置であったが、島津市はこれに反発した。4月5日には、救援を求めるため大阪城で、秀吉に面会した大友義重も国部案を提示されているが、内容の詳細は伝わっていない。また、6月25日頃に否定される、秀吉衆院上では、毛利輝元宛てで、九州国部案が提示されており、それは、秀吉が毛利書領から備中。 法規の一部とび後、伊予を召し上げ、代わって、九州の武前、筑前、筑後、肥後の四カ国を与えた上で九州取立次に任命する内容となっている。肥後の大半を与えられた、笹成政筑前名島に本拠を置いた、小早川高景寺騎大名として偶された、立花光虎詳細は、九州平定を参照天照14年6月、島津市は、 島津市に示された上記の国部案を拒否し、筑後筑前にまで進行した、九州攻めの始まりである。秀吉は九州帝先令に違反したとして、初代名に島津市の聖伐を命令して、中国地方、四国地方の大名を派遣したが、島津はこれらとも戦い、帰って文後国をも占領した。天正15年3月1日。 秀吉が大阪城を出発、八瀬城どものことは、風にこの葉の散るごとくなすべくこうとして自らも、九州に出陣した。秀吉の大軍に対し、島津氏は、日向国高木を前線として交戦したが、根白坂で一戦したのみで完敗を呈したため、5月8日には、島津義久が提発して降伏した。一方、文後の大友義主は、4月の島津勢の撤退の後、 疲労を訴えるようになり、ひなた一国を隠居領にという秀吉の提案を誇示し、その後、隠居地の文豪国つくみで5月6日に死去した。長祖壁元地下にも大隅一国を与えるとされたが、元親も誇示した。義久の弟島津敏久、同じくひなたいの城の城主、島津義弘家臣の新色忠元らは、義久幸福後も抵抗を続けたが、 豊臣方の石田三成と、島津川の伊住院忠宗の間で調停が進み、吉久の働きかけもあって講和が成立した。5月25日、秀吉は侵入した吉久を、一命を捨てて走り入ってきたので斜面するとして、吉久には、薩摩国を、吉弘に対しては、大隅国を安堵し、吉弘の子、島津久康に対しては、日向国初見軍の内正基院を与えた。また、 5月30日には、笹成政に、日後国一国を与えた。日後の国人衆は、給料安堵された上で成政の家臣団に編入する、こととした。秀吉は、同年6月7日、薩摩からの木と、筑前国箱崎に陣を構え、かつては、自治都市としての歴史を持つ、貿易港博多を、直轄都市とした上で、唐入りの基地として、筑前国に、 小早川市を入法するなど北部九州も含めた九州地方の国分を沙汰した。それによれば、小早川高陰には、筑前、筑後、飛前一軍の約37万国、黒田義高には、武前国のうち六軍の約12万5千国、立花光鶴虎には、筑後柳川城に13万2千国、毛利勝信には、武前小倉約6万国をそれぞれ与えた。 宗林の子、大友義宗には、文後一国が安堵された。龍蔵寺聖也、住田忠の高尾村木前、松浦重信は、それぞれ非前国内の所領が、宗氏は、津島国が安堵された。また、大規模な蔵入地も設定された。4日後の6月11日には、石田三成、滝川武尻、小西行長、長塚正江、山崎平野の5名を、 町割り奉行に任じ、神谷宗丹や姉妹宗室ら町衆も動員して、博多の復興を命じ、6月19日には、長崎港での南蛮貿易独占のため、バテレン追放令を出し、九州をご機内同然の体制とすることとした。また、これに先立つ6月15日には、津島の当初衆議長と、その養子衆議地に対し朝鮮国王を上落させる。 ための使者を派遣するよう命じた。西海道を閉店した秀吉は、東、アジアを視野に入れた施策を次々と打ち出したわけである。秀吉による九州国分の佐都の後、筑前、筑後などが与えられた小早川隆景は、立花市の居城であった名島城に入部した。武前六軍を与えられた黒田義隆は、中津城を本拠とした。なお、 吉高の今までの功績に対し、石高が抑えられたのは、秀吉が、密かに吉高の野心と、軍事的才能を恐れたからとも言われる。筑後柳川の立花光虎は、大友氏から独立した直進の大名として、取り立てられることとなった。小早川高景の養子であった、毛利秀法は、伊予国和軍大須城3万5千国の大名で、あったが、矢部高景より、 筑後国内に7万5千国を与えられ、天正16年、久留米城に入った。島津家久の着地、島津とよ久には、日向の殿氷とのこと佐戸原が安堵され、秀吉の九州平定以前に、島津氏と同盟していた、筑前の秋月種根種は、日向の串館、宝部、種種種次男、高橋本種は、県、宮崎へ違法された。古くから、 日向国に勢力を保ち続け、島津市と対立し九州平定軍の先導役を務め上げた伊藤助武には、日向の帯、日、清武が与えられた。日後は、上述の通りささなに与えられたが、現在の熊本県人吉市を中心とする人吉地方は、相良氏家臣深見を察知の交渉努力によって、相良よりふに安堵されることとなった。非前では、 鍋島直茂が、主下隆造寺氏とは、独立した大名として取り立てられ、長崎港をしばしば襲撃し、南蛮船からの通行領徴収を強行した、田原石城主、深堀淳堅は、天正16年、海賊停止令違反として、所領募集された。国分によって、既得権益を奪われた、在地勢力の不満は、黒人一揆の形で現れた。早くも、 天正15年8月、現地を強行した笹成政が、これに従わない、熊部近下を攻撃したのに対し、近下に寄り木した国人、百姓が一騎を結び、成政の本拠熊本城を襲撃している。非全国、不全国においても、同様の一騎が起こった。秀吉の九州制圧を祝って10月1日に、京都で10日間にわたって開く予定であった、北のお茶の湯も、 一日開催したのみで中止となったが、これは秀吉が、日後黒人一揆の方を耳にしたからだと言われている。また笹成政は、日後での失政を咎められて、日後一国を取り上げられ、摂津国天がで切腹を命じられた。この後日後の北半部は、加藤清正、南半部は、小西行長に与えられた。秋月種金の九州下入部に際しては、 在地の移住院給事が不満を抱き、約半年にわたって串刊城から退去せず、帯美城の城代であった上原直樹も伊藤助武への城分け渡しを約一年にわたって拒むなどの違反事件も起こった。秀吉は抵抗する領主に対しては徹底的に成敗するよう配下に命じており、これは九州地方における戦国時代の終焉と、 近世的な新しい秩序の幕開けを意味していた。また、北部九州を中心に新たに豊臣系大名領が設けられ、大規模な蔵入地が九州各地に設けられたことは、この地方を空入りの前進基地として位置づけることを念頭に置いており、単なる領土裁定の枠を超えるものであった。その一方、秀吉の天下統一事業において、九州国分は、 西日本一帯の平定完了を意味しており、この後東国の平定が豊臣政権の大きな課題として残された。ありがとうございます。